しょ。あいた。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけれども、 WRX を買って私の身に起きたこと5選、お話ししていきたいと思います。初の試みでございます。いや、なんかね、こういうことをねちょっとやってみたかったんですよ。今日はすごい雪が降るとか言って、外に出るのも億劫だなと思ってたから、今日はね自宅の浴室内からお送りしております。お風呂でございます。え、なんかね、でもお風呂の方がさ、照明的にめっちゃ綺麗じゃない？綺麗じゃない？綺麗じゃない？そんなことない？意外といけるかなと思って、今日はお風呂からお送りしております。でもね、なんか雪降るとか言って、そんな降ってなくない？全然積もらんやんと思って、雪が積もってたら雪遊びしたかったんだけど、言うほど積もってなくて私は悲しい。はい、ということでね、まあ早速お話ししていきたいと思います。 WRX を購入して私の身に起きたこと5選ですね。ではまず1つ目お話ししていきます。1個目は、まずお金がなくなりました。イエーイ。当然なくなるだろうっていうか、当たり前だろうって感じだと思うんですけど、でも WRX ってなんか数あるスポーツカーの中で言ったら、そこまでめちゃめちゃ高い部類ではないじゃないですか。もうなんかさ、外車のスポーツカーとかそういうのに比べたら全然安いと思うし、そんなね、めちゃめちゃ手が届かない車かって言ったら全然そんなことないじゃないですか。なんだけど、やっぱり維持費はそれなりにかかってる気がします。まあ、っていうのもあれですよ、保険とかっていうのが、私ちゃんと車両保険も入ってるんで、車両保険入れちゃうとそれなりに、ね、保険代が高い、しかも事故率の高い車に当たるわけじゃないですか、ああいうスポーツカーって。でそういう車が保険に入るとどうしても、ね、保険代って高くなりがちなんで、まあ言うてそれなりに払っております。まあ、年払いなんで、まだ月払いよりは安く済んでるんですけど、まあそれなりにしますよね、しますよね。であとは排気量も、まあ 2000cc なんで、そこまでめちゃめちゃ高いってわけじゃないですけど、自動車税も多少します。自動車税の時期が間もなく来ますよ。であともう一個、来月車検なんですよ、この子来月車検なんですよ、とうとう。約3年前に新車で買って初めての車検ですね。いやー、初めての車検で何かあったら困るんですけど、ちょっと不安です、不安です。普通の車検代でもまあまあするのに、そっからね、何かしらの部品を交換とかなったらどうしようっていうね、今から不安で怯えております。はいっていうところがあるかな。なんだかんだお金かかってるんですよ。で、月々のローンもまだ多少払ってて、もうちょっとしたら終わるんですけど、それも、まあ、月額をある程度高めに設定しちゃってるんで、まあまあしてます。で、あとはガソリン代、ガソリン代、ガソリン代最近高すぎじゃないですか。あの、私がよく走るせいもあるんですけど、まあ、土日しか乗らないのに1年で1万キロは普通に走ってるんで、ってなるとまあまあガソリン代するんですよ。なんかね、そういうこと考えるとね、月に8万ぐらい使ってんじゃないのかなって思ってきました。月に8万って普通にさ、田舎ではめちゃめちゃいい家借りれるよね。まあまあ使ってるなっていうことに気づいた最近でございます。はい、でもさ、ローンがさ、そろそろ終わるっていうか、ローンのさ、終わりが見えてくるとさ、あー、そしたらじゃあ次は何の車を買おうかなって思ってしまうっていうね、もうローン地獄ですよ、ローン地獄、永遠に逃れられないローン地獄。いや、でもローンありきの生活でこうやって成り立ってしまうと、まあ、別に別の車買ってもいけるかなとか思ってしまう、それがね、車好きあるあるだと思うんですけど、よくないねいや、もう現金一括とかでポンって買われる人はいいんですけど、まあ、なかなかね、そんな大富豪ではないので、そうなりたかった、そうなりたかった、いつかそうなれるように頑張ろう。 WRX
スを購入して私の身に起きたこと、2つ目、元ヤン？それとも男の影響ってめちゃめちゃ言われるようになりました。イエーイ。なんで？なんで？なんで？よくわかんないんだけどさ、スポーツカーってやっぱヤンキーというか素行の悪い人が乗ってるイメージなのかな。なんかスポーツカーってそんなに民度低いイメージ私なかったんだよね、もともと。っていうのも私が車好きになったのもイニシャル D からスタートしてるんで、もうイニシャル D なんか見てたらさ、まあ主人公がさ、もうもともと芋系男子じゃないですか。そんなこと言ったら怒られるか。ヤンキーと相反する位置にいる男の子だと思うんで、スポーツカーに乗ってる人がそんなヤンキーみたいなイメージ私全くなかったんですよ。逆になんでこんな元ヤンとか言われるようになったんやろうと思って、私は悲しいです。であともう一個さ、その男の影響って言われるのもなんかね、多分車好き女子あるあるだと思うんだけど、なんでかわかんないけど別に男の影響でもなんでもなく車が好きになって普通に乗ってる人もみんなまとめて男の影響って言われるのがすごく嫌です。なんでですかね、なんでだろう。なんかね、そういう人結構いるんですよ。なんでさ、車好きってなったらさ男の影響になるわけ、おかしくね。男の趣味か、車に乗ってる男性とそもそも付き合ったことがないんですよね、私は。なんで車持ちの男性は逆に付き合ってみたいですよね。今まで付き合ったことがないから、そう思うんだけどな。悲しいかな。どうしてでしょう。はい、ということで次、 WRX を購入して私の身に起きたこと、3つ目、煽られる頻度が減りました。めっちゃ減ったんですよ、マジで。これあのね、私がもともと乗ってた車が軽自動車だったんですよ。そのダイハツのムーブコンテっていう車だったんですけど、まあ、結構ね可愛らしい車なんですよ。しかもカラーも水色とかで、あ、もういかにも女子が乗ってるなっていう感じの車に乗ってたんですよ。そのおかげなのかわかんないんですけど、あの高速道路とか別に追い越し車線を走ってるわけでもないのにめちゃめちゃ煽られたりしてたんですよ。なんなんだこれってすごい思って、もう高速乗りたくないって思うぐらいだったんで、まあどうなんだろうな。そういうことを考えると今 WRX に乗り継いでみたら、まあ煽られませんよ。まあね、たまに煽りじゃないけど、スポーツカー、それこそ WRX が隣に来てうーんって一緒に走ったりとか、たまにね後ろからね ERZ とかちょっとしたスポーツカーが来て、なんかねちょっとおいおいもっと出せるだろうみたいな感じで言われることはあるんですけど、いやね、でもだいぶそういう煽りみたいなのはなくなったんですよ。これめちゃめちゃ嬉しい。やっぱね、軽自動車って煽られがちなんだと思ってます。なんでだろうね、女子が乗ってるからちょっとぐらい煽っていいだろうみたいな、別にこんなヤンキーとか出てこないから煽ったところで怒られないだろうって思ってるからなのかもしれないんですけど、あ、お腹が空きました。今ね朝から撮ってるからね、お腹空いちゃった。まあということでね、そんなに煽られなくなったのは私にとってめちゃめちゃ嬉しいニュースなんですよ、これ。いやだからね、車乗っててなんでこんなに煽られるの、もう嫌ってなったらスポーツカーに乗るといいですよ。分からんけど私の体感的にはね、ちょっとそんな感じかなと思った次第でございます。でも実際どうなんだろうね、スポーツカーはスポーツカーで、逆にねさっき言ったようにちょっとね並走して走るみたいなね、たまに勝負を挑まれることがあるというか、そういうねスポーツカーっぽい車が来ると、あみたいな感じでお互い見るんで、あの車についてこうみたいなことをね割としちゃいがちというかされがちでもあるんで、そういうことを考えたらまあプラマイゼロぐらいなのかもしれないですけど、でもね精神的負担はだいぶ減りました。なんで首都高も今は怖くありません。はい、 WRX を購入して私の身に起きたこと、4つ目、人に言える趣味ができた。イエーイ。これも喜ばしいことですよ、喜ばしいこと。人に言える趣味って皆さんあります？
いろいろあるやん、なんかね、あるやん、あるやん。まあ私とかだと他の趣味って言ったら寝るかラーメン食べるかコスプレするかアニメ見るか麻雀するかしかないんですよ。なんかろくな趣味じゃないじゃないですか。趣味何なのって言われた時になんか普通に堂々と返せる趣味欲しかったんですよ。寝るとかラーメン食べるとかってなんかそんな面白みのない趣味じゃないですか。で逆にコスプレとか麻雀とか言ったらちょっと惹かれるじゃないですか。なんかコスプレはね結構惹かれる、あこいつオタクなんだみたいな感じのちょっと冷ややかな目で見られることもあったり、あと麻雀とかなんて言ったらあこいつギャンブルするのみたいな、特にね職場とかでねあんまり行っちゃいけないかなって思ったりもするんですよ。まあなんか麻雀もギャンブルって言ってほしくないんですけど、でお金をかけなくても楽しいし、麻雀についてはちょっと私は言いたいことはあるんですけど、でもまあ世間のイメージが良くないことは分かってるんであんまり言いたくない趣味ではあるんですよ。ってなるとなんか車を好きになったことで、あ趣味何って言われて、あドライブですとかスポーツカーが好きでとかって話すとすごくなんだろう、あそういう感じなんだって、逆にねプラスに捉えてくれる人の方が個人的には多かった気がするんですよね。話題の一つを与えられるようなそんな趣味かなと思ってるんですよ。もともとね車を足としか見てなかった私がこうなったわけなんですけど、それでも良かったかなっていう、まあお金もかかりますし、それなりにちょっとね辛いこともあるっちゃあるんですけど、でもそういうことを考えるとやっぱ良かったかなと、こういう趣味があるって大事じゃない？特にさ今コロナとかで旅行もあんましちゃダメみたいな雰囲気じゃないですか。なんか外に行く趣味って今ってなんかあんま堂々と言えないというか、もう例えば旅行したい、旅行がめっちゃ好きなんですけど旅行今行けないですよねみたいな感じになって終わっちゃうじゃん。本当は旅行行ってたとしてもなかなか言えないじゃんっていうのが、車だったらさ別に誰にも迷惑をかけることなく一人で移動ができるわけだから、そこから移動した先でなんかうようよしてたら怒られるかもしんないけど、ただ走ってるだけなら誰にも迷惑をかけない、まさにねコロナ禍だからこその趣味、もう歓迎される趣味なんじゃないかと個人的には思ってるんですよ。っていうことを考えたらね、もうやっぱ車は好きになってよかったかなっていうか、このタイミングだからこそまさに良かったかなと個人的には思ってます。だからね私的にはねこの今の若者こそ車を乗ってほしいなと思ってるんですよ。なのでいつかはねちょっとそれを熱く語る動画を撮りたいんですけど、今若者こそ車を乗るべきって思ってます。特にね無趣味な人だったりこういうね人に言える趣味がないみたいな人はねぜひおすすめです。私が WRX を購入して身に起きたこと5つ目、最後は何でしょうか。気づいたら彼氏がいなくなりました。なぜでしょうなぜでしょう。そして彼氏がいなくなってからしばらく彼氏ができません。どうしてどうして教えてほしいです。非常に知りたいです。教えてください。誰か教えてください。なんでですか、なんでですか、誰か教えてください。